第一次ウィーン包囲、第一次ウィーン包囲、第一次ウィーン包囲、は1529年、スレーマン一世率いるオスマン帝国軍が2ヶ月近くに渡って神聖ローマ帝国の皇帝にしてハプスブルク家の当主、オーストリア大公であるカール五世の本拠地ウィーンを取り囲んだ包囲戦。オーストリア軍の頑強な抵抗によりウィーンの陥落だけは免れた。 ここに至るまでの当時の国際関係は非常に複雑であり、この戦い自体は1494年から続けられていたイタリア戦争の一環として、そのハイライトとして行われた戦いである。また、ドイツ国内での宗教改革も複雑に絡んでいた。歴史的に見れば、この包囲戦の結果、オスマン帝国のバルカン半島の領有が確定し、 その支配は17世紀終わりまで続く。ハンガリー王国はその領土の大部分を削られ、その国土の回復は1699年まで待たねばならなかった。またイスラームの脅威を広く、ヨーロッパ全土に知らしめることにもなった。当時のフランス王は、フランスは一世である。当時のフランスは、オーストリアとイタリアの利権を激しく争っており、ローマ教皇を呼び、 イタリア諸都市を巻き込む大紛争に発展していた。これがイタリア戦争である。1519年にハプスブルク家の神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世が亡くなるとフランソワはマクシミリアン一世の孫でハプスブルク家の当主カール、スペインオカルロス一世。後の神聖ローマ皇帝カール五世に対抗して次の皇帝を決める。 皇帝選挙に出馬することになった。もしカールがスペイン王と同時に新生ローマ皇帝を兼ねた場合、フランスは東西からハプスブルクの勢力に挟み撃ちにされる危険性が非常に高かったからである。しかし、この目論みは失敗し、カールが定位を獲得する。結果、先の懸念は現実のものとなりフランスはハプスブルク家によって東はオーストリア、 西はスペインから挟まれてしまう格好になった。この事態に対して敵の敵は味方とばかりに、フランスは一世はドイツ国内のザクセン先帝公などのルター派勢力、ローマ教皇クレメンス七世紀など、カール五世の敵対勢力と次々に手を結び包囲網を築き上げていった。その中でも最も強い軍事力を持っていたのがオスマン帝国である。これには挟み打ちになった。 フランスの騎士改正の策として、フランスとオスマン帝国が同盟を結ぶことによって、逆オーストリア本国を挟み撃ちにする狙いがあった。カール・五世が皇帝に即位した時の神聖ローマ帝国は、宗教改革の嵐が吹き荒れている最中であった。もともと彼自身は熱心なカトリックであったが、神聖ローマ皇帝という存在自体が、カトリックのモリシャという大前提のもとになり立っていた。 つまり、ローマ教皇はカトリックを守護することを前提として、ローマ王を名乗るドイツの王に定感を与えるという側面を持っていたわけである。こうして、スペイン国王に、ついで神聖ローマ皇帝の座を射止め、自信に満ち溢れていたカール五世は、皇帝たる自身の行為によって、直接説得を行うことによって、宗教改革を収束へ向かわせることが可能だと考えていた。 1521年にマルティン・ルター自身をボルムス帝国議会に招集し、自らの説得を行ったカール五世だったが、ルターが自らの心情を翻そうとしなかった結果、カール五世は彼を異端と宣言し法の保護を剥奪、ルター派の活動は絶対に認めないとの立場を明確にした。身の危険が迫ったルターは、ザクセン選定公、フリードリヒ三世の庇護下に入るが、 これが長く続く新生ローマ皇帝とルター派諸公の対立の始まりであった。彼らルター派諸公は、フランス王フランソは一世の援助を受け、カール五世法移毛の一翼に組み込まれていく。ところが、オスマン帝国軍がバルカン半島への侵攻の度合いを強めると、カール五世は前言を撤回し、ルター派の活動を容認する立場に転化したシュパイアー帝国議会。もちろんこれは、 国内の対立を一時凍結して、オスマン帝国の侵攻への防御に全力を傾けるための方策であり、奇弁に近かった。実際カール・五セイは、オスマン帝国軍がウィーンから撤退を始めると、すぐまこの発言を撤回している。スレーマン一世率いるオスマン帝国は、絶頂期を迎えており、東ローマ帝国陥落によって、手に入れたバルカン半島南部に続いて、 さらに北上し、陸ではベオグラードを陥落させ、海ではロドストの西洋羽根騎士団を打ち破り、ハンガリー、ルーマニアの獲得を狙っていた。フランソは一世との同盟を結んだ、オスマン帝国はさらに深く侵攻し、1526年にはモハやチの戦いで、ラヨシュ二世へ率いるハンガリー王国軍を壊滅させ、ラヨシュ二世を戦死させている。 敗れたハンガリーは首都であるブダを放棄し、現在のスロバキアの首都であるブラチスラバニトを移したが、問題となったのは、空位となったハンガリー王位の取り扱いであった。王位は選挙の結果ハンガリー貴族の大半の支持を得た、トランシルバニア公サポヤイアーノ種に委ねられることになったが、敗れたハプスブルク家のオーストリア大公フェルディナントも、ニーイル5世の支援を受けて、独自に議会を召集。 ハンガリー王を名乗ったことで、事態は複雑化した。ハプスブルク家の介入に嫌気がさしたサポヤイは、オスマン帝国に救援を求め、ここに、オスマン帝国は事実上ハプスブルク家と直接、対峙することになった。1529年5月、スレーマン一世は大軍を率いて、首都イスタンブールを立ち、バルカン半島をドナウ川に沿って、北上、8月に戦場だったモハーチで、 サポヤイト会見、彼の真珠を呼び、ハンガリー王位の保証を承認した。それからさらに北へ進軍して、ブダをはじめとするハンガリーの諸都市を陥落させたが、オーストリアの首都ウィーンに、オスマン帝国軍が到達、包囲を完了したのは9月23日から27日の4日間であり、スレーマン一世が到着した27日は、玄関期で大雨が降っていたという記録が残っている。 オスマン帝国は十二万の不評を要する大軍で三百門の大砲も備え、二万頭のラクダで大砲などの主張を運んだが、後軍中も悪天候で苦労し、包囲戦に間に合わなかった大砲もあった。対するウィーンは、不評二万、騎兵戦、七十門の大砲を用意して、オスマン帝国軍を待ち構えた。フェルギナントは、ウィーンから西のリンツへ退避して、カール・五世や 諸公の救援を絶望して待機、カール5世も弟の危機に対応して、スペインやドイツから援軍を派遣したが、それらは、到底オスマン帝国軍に対抗できる兵力ではなく、救援軍は、オスマン帝国軍のウィーン包囲の報告を聞くと、知り込みて、進軍を停止、ウィーンは、現地の守備軍任せになってしまった。少ない兵力で、オスマン帝国軍と対峙したウィーンでは、 防御体制の構築に全力を挙げ、ニコラウス・フォン・ザルムとビルヘルム・フォン・ロゲンドルフを指揮官とし、ウィーン外壁の家々を破壊して、掘りを設置、内部のかやぶき屋根は、砲撃による火災を防ぐ目的で撤去、南と西の城壁の内側に土類を築いて二重防衛線を敷くなど、オスマン帝国が迫る寸前に念入りに準備を整えた。また、北と東は、 ドナウ川とウィーン川に阻まれ、攻撃位置は西と南に絞られるため、守備軍は南のケルン天門ンンに射撃の精鋭部隊を配置した。オスマン帝国軍の攻撃は10月1日から始まり、城壁は敵の砲撃にさらされたが、崩壊は丸がれ、ウィーン守備軍は攻撃をものともせず抵抗。東から行動を掘り進めた、大最小パルガルイブラヒムパシャ部隊を奇襲して、 配送させた。しかし、オスマン帝国軍も黙って見ていたわけではなく、6日、または7日に、ケルン天門から出撃した、守備軍8000人を迎え撃ち500人を撃ち取った。このような攻防戦はあったが、ウィーンは、オスマン帝国軍の攻撃を跳ね返し、敵軍が地下道を掘り進めたり、地雷で城壁を爆破して、そこから突撃しても直ちに対処。 それらを木材などで埋めたり修理していった。やがて雪が降り始め、補給不足で兵士たちの不満が高まると、スレーマン一世は十四日を最後の攻撃と定め、オスマン帝国軍はケルン天文付近で攻めかかったが失敗に終わり、十四日夜から翌十五日まで大雪が降ったこともあり、ウィーン陥落を諦めたスレーマン一世は十七日に撤退した。 包囲失敗の原因として、ウィーンの守備が整っていたことに加え、オスマン帝国軍の補給線が伸びきっており、補給がうまくいかなかったことと、すでに寒さが厳しくなってきている9月から10月の出来事で、寒さに慣れていないオスマン兵では包囲線がうまくいかなったことが挙げられる。ウィーン包囲は、失敗に終わったものの、ハンガリー王も兼ねることになったハプスブルク家にとって、 すぐに反抗しハンガリー領を奪い返すことはできなかった。ウィーン包囲から1年後の1530年にイスタンブールにフェルディナントの施設が来訪、オスマン帝国との交渉は決裂したがすぐに先端は開かれず、1532年になって両軍はハンガリー国境で退治し、しかしコゼリアに終始した後はスレーマン一世もフェルディナントも妥協を考えるように、 なり、1533年には僕が成立、サポヤイのハンガリー王位が認められ、ハンガリーは分割された。ハンガリーが元の領土を復活させるのは1683年の第二次委員包囲に失敗した後、オーストリア軍、ハンガリー軍、ポーランド軍などが反抗し、大トルコ戦争、オスマン軍を打ち破った後の1699年。 カルロビッツ条約の成立を待たなければならなかった。オスマン帝国はその後も攻勢を続け、カール5世は1538年のプレベザの海戦でオスマン帝国海軍に敗退し、ヨーロッパ世界は地中海の政界権を失ってしまう。何よりもオスマンの脅威をヨーロッパ全土に対して広く植え付けたことは大きい。実際にヨーロッパの内バルカン諸国では、 オスマン帝国による支配が19世紀まで続くことになる。また、二度にわたるウィーン包囲は国力、政治力の差が結果の違いに現れた。第一次包囲戦ではハプスブルク家の抵抗により長引いた包囲戦に加え、冬将軍が到来していたタメスレイマン一世は撤退を厳明し、粛々と去っていった。しかし、第二次包囲戦では大宰相のイサミア氏と、 無謀さが災いし、ヨーロッパ諸国の参戦を招き、帝国の衰退をもたらした。第一次方位戦は、戦略的にオスマン帝国の勝利をもたらし、スレーマン一世によるオスマンの世紀を紡ぎ出したので、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。